にちは。ネギの切り方がめっちゃ雑なグリコです。今日は愛するキョンシックのためにたこ焼きを作ります。今まで韓国の屋台でしか食べたことがないらしくて、初めて家で作って食べてもらいます。お母さんが平らなところで卵を割るのが正しいんだよと教えてくれたけど、未だに綺麗に割れない。よくクッキーカップルは一緒に料理をするんですかという質問を受けるんですけど、だいたい私が作ってキョンシックくんはソルコジをしてくれます。めっちゃ優しいです。でも今日の片付けは絶対めんどくさいと思う。今回最大のポイントは、記念すべき初家たこ焼きは韓国風にしたくてコチュカルを入れます。コチュカルはめっちゃどんな料理にも合って、唐辛子なんですけどちょっと辛いです。混ざるかめっちゃ不安ですね。キョンシックくんは今ちょっと健康に気を使ってるので、オリーブオイルで作ろうと思うんですけど、100均のハケがほんとハゲ。わあ、本当にコチュカルが入ってるから匂いがいつもと違って、ちょっと辛くて香ばしい。美味しそうなものたちをたくさん入れたら、質より量のキョンシックくんは喜んでくれるでしょう。いや、美味しそう。さあ、どれぐらい焼けたらたこ焼きの子供が生まれ、ヤンポン。あ、これチャギから教わったやつです。恥ずかしい恥ずかしい。意外と小さい。こっちはどうかな、焼けたかな。いい、ヤンポン。なんかね、コチュカルを入れてるからめっちゃ硬くなってるんですけど、これは何か関係があるのか。ここタコが大きい。あ、難しいゾーン。いけるか。ヤンポン。わあ、すごい可愛くできました。まるで金魚石のお腹。チャギはソースをたくさんかけないと暴れるので、ソースをめちゃくちゃつけます。そして愛のマヨネーズは、私の愛が飛び散ります。踊るかつお節を一袋使って、長く付き合ってきたカップルなら関係ない青のりを散らします。そしてこれは仕上げに彼のためのキムチ、アクセントですね。いや、キムキョンシー、カチたこ焼きもぐれ。